これは簡単すぎますよね。掛け事かなんかしてるんですか。いきなり衝撃的な事実。ミスってるわけじゃなくて、天才とかでいいから、この長さで何分もはできないと思って、1分はできると思うし、受動体も1個はできますよね。あ、技術的アドバイスだ。お題が始まりました。マテチャンネル。さあ、今回なんですけども、たわしさんのライティングシリーズいっぱいやってるんですけども、IELTS のライティングをね、IELTS 満点、TOEFL 満点の正木先生にですね、見てもらったんですけど、前回ね、IELTS の土俵で見てもらったんで、はい、そうです。今回はじゃあ、東大の土俵に立ってもらって、こっちの土俵ですから。はい。見てもらって。それで、たわしさんの東大模試のライティングを添削してもらおうかなと思いますんで、ネイティブ感覚で添削すると、はい、一体どうなんだっていうことをね、見ていきたいと思うんですけど、パッと見てもらったと思うんですが、短さがね、びっくりすると思うんですね。全然 IELTS と見る量が違う。そうですね。85とかですね。そうですね。多くて、それぐらいですからね、はい、東大。それぐらいで結構ヒーヒー言ってた。はい、大学生、受験生は。それがね、IELTS になったらね、はい、さっき何語書いたんでしたっけ ?150 プラス250で。400語ぐらい書いたわけですね。はい、まあ、今までのたわしさんが挑戦したやつは貼ってありますので、見てください。そして、さらにはね、スピーキングにも、そして IELTS にも挑戦している動画もありますので、そちらもね、見ていただければと思うんですが、じゃあ、今回のね、トピック、何だったのかっていうと、動物は敵か友人かっていうですね、こういうトピックだったんですけども、その東大模試の、じゃあ、ライティングを先生に、ボロッカスに、優しくお願いします。ボロッカスに優しく見てもらおうと。嬉しくて嬉し泣きできる感じでお願いします。見ていってもらおうかなと思います。これはあくまで動画としてですからね。なんか、たわしさんの英語のやる気をそぐとか、コメント欄で、はい、全然ダメじゃないかみたいな、そういうのじゃなくて、たわしさんは合格しなきゃいけないんで。ぜひそういう目線で見ていただきたい。はい。成長のためにやってるわけであって、はい、話す気なくなっちゃうとか、書く気なくなっちゃうっていうためではありませんので、勘違いしないように、一般の人にいろんな動画に行ってディスったりとかしないでください。じゃあ、どうでしたか？見て。これ正直 IELTS で書いてらっしゃった英語を見ているので、はい、びっくりすることはいろいろありますね。おお、びっくりすることは、これは簡単すぎますよね。構造。構造が。なんか構造が。これだって多分関係詞終始一個もないんじゃないですか。まあ、that's why はまあ、いつでも使えるし。得意だった風とか、一個もなくなってましたね、ウィッチとか。そして、必殺の I think のオンパレード。I think これ。二個どころじゃないって、I think あって、I feel。I feel, I think, I often hear。これをちなみに IELTS で書いてしまった場合は、どうなんですか？ I think は別に書けなくはないんですけど、ボディの中でこれだけ回数書くっていうことはまあないでしょうね。I think でこれ実数稼ぎしてると取られる。ああ、確かに、ね。そうですね。いらないですもんね。確かに、うん、ね。その他気になったとこありますか？文法とか。最初が I think that we should regard animals as friends で、ああ、friend ね。無関心になっちゃう。図でどうですね。まだこの辺は、ね。まず、as friends ね。ここだけあれ言うと、東大入試って、時間の制約がめちゃくちゃ厳しい、はい。なるほど。そうですね。これに当てられるのが多分10分から15分ぐらい。うんうんうん、まあそう考えたら、来月に比べたら、時間制約そんな厳しいわけです。いや、俺、聞いて今、そうそう。俺、10分も使える。だいぶ、10分だったらだいぶかけるんだけどな。フォローしようと思って言ったら。途中からおかしいぞ、ね、ちょっと連れてください。僕らね、すごいかけるんですよ、10分あれば。うん、そうですね。I have a cat. I have a pen みたいな感じで。はい、I have a cat. 間違いではない。She always encourage. ああ、手術ですね、やっぱりね。手術の位置。ここ絶対関係心できましたよね。特に得意なんだから、しなかった理由が分かる。ああ、キャット。キャット、ザットでも、フーでも、情熱的な。キャット、that always encourages me とか。ですよね、来ました。I feel bad. それね。Bad about what? I feel sad とかですか？これ。悲しい時とかですか？ I feel sad. そうですね。sad ですね。うん、多分言いたかった。うん、あ、S と B のスペル間違えたって感じで。状況ちょっと覚えてないんですけど、そうだったかもしれない。気持ち的には悲しいって言いたくて、バッと。IELTS 的には長くした方がいいんですか、こういうのって。一文一文この長さだと、ピカゾってさ、長いのと短いのが混ざっているべきだとは思うので、どれも短いですね。
かつ区分はゼロか。じゃあ次はメニーピーポーハブ。レッドドッグですか。ベッドベッド。これね、そう珍しいですよね。P と B を間違って書いてるんですね。ベッドって書いてますね。ベッド。いや、2つありますね。2回くるんですよ。ベッド、その1を下のベッドって書いてて、ベッツって書いて、なんか掛け事かなんかしてるんですか。でもこれあれ、識字失敗っぽいですよね。いきなり衝撃的な、衝撃的な字。ディスレクシアって、ディスレクシア。ディスレクシアっぽい典型的。ちょっと間違っちゃうんですよ。いや、これ多分ガチでそうだと思うんですよ。あのすごい綺麗だと思うんですけど、スペルミスがなくならないっていうのは結構、まあ、そうですよね。だから、でも P と Q は結構多いじゃないですか。 B と D は結構多いんですけど、はい、B と P はあんまりかなりくりかったんでしょうね。こうちょっとでも焦るとめちゃくちゃ増えちゃう。いや俺これ絶対そうだと思う、はい、ディスってるわけじゃなくて、天才とか多いから。天才天才だから読み B と P 悪い気しないか。リチャード・ブランソンとかそうですよ。この宇宙行った。お、そうじゃん。トム・クルーズとか。そうですよ。トム・クルーズもそうですよ。B と P、あ、両方とも両親音だからですかね。音で。なるほど。そうなんです。そうなんですか。無声音か有声音かでね、逆になっちゃったってことですよね。オープンヘアデイス、ヘアとセイが2発来るという。そうですね。I often hear they say。 そうですね。聞くし言うし。文法合ってますけど、これ they say いらなかったんじゃないですかね。そうですね。I often hear that they say that。 さらに they think ですからね。ね、で別ですか。そうです。言う聞く思うがすごいですね。たくさん。ああそういうこと。スカスカですもんね。そうですね。You know it's just like kinda って書いてある。動画の演出です。これ動画上、ティントンってこれ動画上の演出です。They think of their pets as their friends. Pets を友達だと思ってるよ。That's why I think we should regard animals as our friend. うん、どうですか、内容がないようにない思う。その通りだと思いますね。これ理由ないですね。ああ、やっぱ理由が書いてない。その意見はもちろんいいと思うんですけど、うん、友達だと思うべきだっていう、そもそもの理由はないですよね。みんな友達だと思ってるから友達だと思うべきだってことですよね。なるほど、そうなっちゃうんですね。浅い、極めて浅い。さすが浅い企画にいただきあって。森田先生、浅い浅い企画所属だったんですよ。なるほど、事務所。その頃の経験が生きてるということです。生きてる生きちゃダメ。やっぱ深く言わないといけないですよね。もうちょっと理由。理由は欲しいですね。まあこれでも過去なわけで、今だったらどう思います？今だったらこの作文の。はい。敵だって逆に言うかもしれないですね。そうなんですか。どうしてですか。自分の経験に結びつけた。僕はその昔優しく飼ってる犬にこう接しようと思ったけど、はい、やつは噛まれたみたいな。ああ、なるほど。だから人と動物は分かり合えないみたいな。うん。うん、まあでもまだ東大だったらそれは。それでも許されるぐらいです。うん。アイルスだったらきついと思うんですね。噛まれた。だから動物は敵だと。はあ？はあ？言ってんのみたいな。バッサリ行かれちゃいますね。うん、アイルスは。個人的すぎますかね。アイルスだったら。なんか結構東大のだと抽象的な問題が出ることが多いです、ね。そうですね。的な問題とか、うん、なんかそういうのは個人的なのにあえて結びつけて。感じで乗り切るみたいな。じゃあ正木先生だったらこれどうやってアドバイスしますか。こいつこいつこいつ隣にいる人に対してこいつってあんまり作文をこいつって呼ぶので僕。なるほど。いやーどうなんだろうな。いやまずは三単元のミスみたいのは絶対論外だと思うのと、関係詞は絶対絶対使えるはずなんで使うべき。この長さなんで何分もはできないと思うんですけど、うん、一文はできると思うし、受動体も一個はできますよね。おお、なるほど。アイエルツ的アドバイスが。関係詞受動体一個ずつは絶対。あとは見てるとか分かんないですけど、うん、内容見てんだったら理由がもうちょっとちゃんとした理由が必要なんじゃないですかね。どんな理由考えられますか。これでも難しいですね。でも自分に結びつけたらもう説得力は弱いと思うので、これ確かにフレンズの方が難しいかもしれない。僕だったら多分敵って書きます、うん、お敵で、はい、うん、ヒューマンネイチャーだって書くと思います。ああ、本能的に昔敵だったんで。あ、なるほど、なるほど。それは今でも我々の中にあるからっていう。
本音じゃないと思いますけど手で書くと思います、ね、なるほど食ってるしみたいな、ね、そういうことですね食べてますからね結局動物をそうですね確かに、うん、あなんかだいぶ意識してたことと違いますね僕が大学入試あそうですね逆発想というかね多分そうですよね、うん、結構やっぱ東大入試だと分かりやすく自分に、ね、持ってこい、持ってくるみたいなことになっちゃうやっぱりケンブリッジが作ってるテストではそれじゃあ向こうだと確かに主観的なことにしちゃいけないって散々言われるんですよそうですねお前と違う意見持ってるやつ読んだら何の意味も持たないからみたいな、うん、そうそう客観的にしなきゃいけない客観的にそうですよねこれもまあトフルとも違うとこなんですよね確かにトフルは自分の経験で書いても点ボーンとちゃんと高い点くるんででもやっぱ IELTS ケンブリッジの時は絶対ダメって言われました、ね、それはなんかやっぱ文化の違いが反映してるそういうのは背景にあるかもしれないんですけどアメリカの方がこう分かりやすく聞くみたいな感じのまあトフルがそうなんで IELTS はちゃんと説得するのにこれ客観的なデータを持ってきてみたいなねアコーディングトゥー絶対使えとかっていう先生もいますからねいますね研究結果を絶対1個は入れろとか言ってた人いますね研究結果をなんか蓄えておかなきゃいけないんですそこも使い回された同じこと書いちゃったりするとダメ今度暗記になっちゃって、暗記のさじ加減がそうなんですタワシさんの場合はあれですもんねアコーディングトゥーミーですもんねそういうことですねそれが作戦のことですねそうなんですよ実はやっぱり全然違うね、やっぱり受験と本当に IELTS って全然違うところなんでそんな IELTS 側の視点を手に入れたわけなんですけども東大終わったらですね東大受験が終わったらレベルの高いところ留学とかで目指している方とかどんな方が多いんですかバークレーハウス来るのはだんだん若年化しているのはあって、はいはい、今かなり若い方多くてですね大学の交換留学で IELTS がいるとか、はいはい、珍しくだんだんなくなったのは国内受験ですけど IELTS で英語を受けたいとかいう方は増えてますね、はい、なるほど昔ながらの層ではもう社会人で大学院に MBA とかに行きたいという方が多いです、ねはいはい、なるほどバークリーハウスどこにあるんでしたっけ東京の市ヶ谷に、はいはい、ありますありますので、まあ、オンラインでもねやっておりますのでそうですね私もグループレッスンは Zoom でやってますんで、はい、どこにいても受講できますぜひ IELTS 満点講師から習いたいというですね方はですねこちら概要欄からチェックしてみてもらえればいいんじゃないでしょうかということですね今回はタワシさんの、はい、まあこれ過去のタワシさんですから今はこんなレベルじゃないですからね東大模試と IELTS 満点講師TOEFL満点講師がチェックしたらどうなるかっていうのをやってみました、はい、きっとね見てる方でも役立ったと思うのでぜひ参考にしてみてくださいはいご視聴ありがとうございました Thank you for watching ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました Let's talk about your hometown Yeah So what kind of place is itOh, this place is a building. So please make a start. I would like to admire a baseball player. His name is Ichiro. My real name is Keiichiro. His name is Ichiro. It's the same. ここめっちゃ笑いそうになった。同じじゃないですよね。研究の Ichiro 違いますよね。